G7 広島サミットを来月に控え、岸田総理大臣は内村航平さんら G7 各国の体操のオリンピックメダリストらと面会し、核廃絶や平和の実現に向け意見交換しました。オリンピックは平和の祭典ですので、スポーツを通じて、平和を願うというのは、ここにいる僕たちみんなの願いですので、世界を代表するこの体操選手の皆様方にスポーツを通じて平和を願う、こうした思いを世界に発信していただくこと、これは大意義深いことであると思っています。長崎県出身の内村航平さんは、小さい頃から原爆投下の8月9日には平和学習をしてきたと振り返りました。選手らは広島で国際体操連盟が主催する平和イベントに参加する予定です。